水上龍太郎は日本の作家、疑似科学ウォッチャー、と学会運営委員、足尾ズ会員、会議的組織ジャパンの代表、本業は会社員。元と学会会員の植木不等式とは同僚、東京都出身、東京工業大学物理学科大学院修了、頂上現象と疑似科学について強い関心を抱いており、 1989年頃より本格的に研究をしているが、その実在は証拠が確認できないため信じないと表明。その立場から、大田出版のスケプティックライブラリーを監修したり、と、学会名義の教助書を出すなどの活動をしている。また、唐沢俊一の盗作問題に関して、唐沢を批判しないことが用語、正当化に当たるとして、 藤岡誠から厳しい批判を受けているが、水上が唐沢を擁護、正当化する明確な発言を行った事実はない。唐沢俊一、と、学会こぼれ話十と学会、とんでも世期末の大暴露イーハトブ出版、1998年4月、ISBN4 から90万779から24から5、P137、清水和夫、 とんでも頂上レポート傑作戦落校舎2007年8月 ISBN 978から4から90万3063から11から 9P201P292 藤岡誠ブログ2010年7月12日徹底検証唐沢春一番外編俺が、と学会を批判する理由ありがとうございます